はい、今ですね、秋葉原にいます。これから石井正則さんとデートします。3連休最終日、楽しんできます。本日やってきたのはこちら、秋葉原にある中古カメラ専門店セカンドベースさんです。コンセプトはカメラ愛好者の秘密基地。フィルムカメラやオールドレンズなど趣味要素の強いカメラを中心に魅力的なアイテムを取り揃えております。1975年創業の三宝カメラが新レーベルとして立ち上げた第2の基地、それがセカンドベースです。よろしくお願いいたします。今回我々のお目当てはフィルムカメラでもオールドレンズでもなく、こちら最近若者に大人気のオールドデジカメでございます。売り場面積自体はとても小さいですが、すごいです。このお店に来るお客さんみんな一直線にここに向かってくるんです。ということで早速オールドデジカメの画質をご覧いただくことにしましょう。まずはこちら、リコーの2005年発売のデジカメです。どうぞ。今日はちょっと石井さんと、こちらセカンドベースさんに、はい、勝手に撮ってますけど大丈夫ですか？全然もう、あ、はい、セカンドベースさんに来てます。ここは 何屋さんですか？ここはフィルムカメラとオールドレンズっていうのをメインで扱ってるんですけど。フィルムカメラとオールドレンズ、はい、最近ははい、オールドデジカメと呼ばれる、最近大人気なのがこのコーナー、このコーナー、はい、素晴らしい。もう若い方がもう皆さんここに来られて買うらしいです。でここに来てもですね、毎回品揃えがどん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 売れていってしまうので、毎回ラインナップが違うそうです。で今私が撮っているのがこれ、寄れるかな、これです。リコーカカプリ、これなんカプリオ、カプリオ、カプリオ、カプリオ R3 です。写りはいかがでしょうか？ちなみに、はい、動画撮影中にズームができる機種とできない機種は、あ、ズーム、あ、パコ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 って変わる感じですね。あ、そうですか。今やってます。全く動かないモデルもあるんですけど、へえ、感じですね、はい、自撮りしてももちろん見えません、自分がどう映ってるのか。そうですね、はい、ということで、リコーカプリオ R さんでした。さよなら。さよなら。同じく2005年発売、キャノンのイクシーで撮ってみましょう。石井さんも使われてる。そうですね、イクシーは、はい、私も、はい、僕はもう、僕のも古いのどちらも、いいケースで持ってますね。イクシー50という、ね、これ50、はい、僕が持ってるのが600、なんか全然型番が違いますね。なんか全然型番違いますね。もしかしたらやっぱり600、通常規模が新しいのかな、はい、どうなんですかね。イクシーの特徴とかって何かありますか？イクシーがその発売された当初、はい、名刺サイズの確かに小さいためみたいなことで、うん、薄くて軽くて小さいってことに、うん、かなりコンパクトデジカメとしては大ヒットしたシリーズなんですけども、すごいスラスラ出てくるのすごいですけど。その後石井さんとご飯食べながらお茶させていただいたんですけれども、なんとその時にこんなものをいただいて、あ、こんなものじゃない、これはあの食べたやつなんですけど、こんなものをいただいてしまいました。これはですね、富士フィルムのファインピックス F710 という、2004年発売のオールドコンデジなんですけれども、これ石井さんくださったんですよ、僕にあげますっつって。石井さんはもう1台かな持ってるんで、これぜひ瀬戸さんにということでいただいたんですけれども、この F710 何がすごいかと申しますと、スーパー CCD ハニカム 4SR というセンサーを搭載しているんですが、このセンサーはですね、結構富士フィルム力を入れて作ったセンサーらしいんですけれども、まあ、いろんなことがあってですね、不運にも、この機種ともう1機種かな、コンデジではそれにしか搭載されなかったという超レアセンサーということで、石井さんもかなりおすすめしている、機種ということで、そんな激推しカメラを僕いただいてしまったんですよ。ありがとうございます。はい、今石井さんと、お茶を長いことやって、はい、これからハードオフに行こうかなと思っております。行ってまいります。石井さんからいただいたカメラのカードが、はい、XD カード、ね、XD カードってやつで、はい、それのカードリーダーを探しにちょっと、はい、行ってきます。行ってまいります。見つかるといいな。瀬戸康史の動画、はい、ということで、無事ですね、はい、石井さんがこの店いいんじゃないって言って、はい、入ってみたところにありました、はい、ありました、カードリーダー、カードのカードリーダー、あれすごかったですね。すごかったですね。あると思って何でもいけるぞみたいなやつ、はい、石井さんが見つけてくださって、はい、よかった。でゲットしました。で次はですね、はい、先ほど石井さんと一緒に、セカンドベースさんに行ったんですけど、
そのセカンドベースさんの正面にある、うん、なんかフィギュアやマンダラケさんだと思うんですけど、はい、そこにですね、あのジョブズ人形がありましてジョブズフィギュアがありましてそのジョブズを僕買うか迷ってるんですよね、はい、何で迷ってるかっていうと、値段が 27,500円ということで、はい、それ迷ってで石井さんに一回ちょっとお茶しましょうっていうことでお茶したんですけど、はい、まだちょっと僕の中で迷いが晴れなくて、はい、もう一回ちょっと石井さんとこれから行くことにしました、はい、買わないかもしれませんからね、まだ分かりませんから、どうでしょうかね、お楽しみにはい、今ちょっとジョブズの前に来てるんですけど、どうですかね石井さん、買った方が値段がすごいですよね、値段すごいですね、結構他に出来のいいやつっていうかもっと大きいやつとかで人気のアニメのものとかよりも全然高いですもんね、はい、やっぱそこら辺なんかいろいろ基準が違うんでしょうね、はい、大きさと値段が釣り合ってないっていう、もうフィギュアの世界はやっぱレア度なんですかね、やっぱそういうことかもしれないですね、はい、ちょっとやっぱりアップル信者としてはちょっとこれ行くしかないんじゃないかな、そうですね、ちょっと行ってきます、はい、さあ瀬戸康史はジョブズ風人形を買ったのかどうか今から発表します、どうぞ、はい、今セカンドベースさんにちょっとご協力いただきましてお店に戻ってきたんですけど、あの今からこれ石井さんにいただいた、このファインピックス F710 で動画を撮ろうと思ってるんですけど、これに石井さんにいただいた XD カード、32メガギガじゃないですよ、32メガのカードを入れて、ここで、320p で動画を撮ろうと思ったら、54秒です、54秒撮れるんで54秒も撮れるんで、あのこの54秒をたっぷり使ってジョブズ人形を買ったかどうかをちょっとレポートしたいと思います、皆さん54秒しかないんで、あのよく目を見開いてみてくださいね、それではどうぞ、はい、じゃあ、買った方買ってないかな、どうだろうな、違うな、ジョブズ人形買ったかな、どうかな、来ちゃいました、ジョブズ人形27,500円買っちゃいました、アップル神社なら持ってて当然ですよね、iPhone 使ってるあなた、あもう切れます切れます、どうぞ、まだないもうできる、アップル神社のみんななら持ってて当然だよね、持ってないの、君持ってないの、はい、アップル神社ではないですね、はい、5、4、3、2、1、これいないですよ、こいつやっぱアップル好きならこれ持つべきでしょこれ持ってないんですか、あれ石井さんこれ iPhone ですよね、はい、あれ持ってないですか、すみません、僕ちょっとそれは持ってなかったですね、信じないですね、うわそうだよね、これ持ってないと厳しい世界なんだな、ジョブズマウント取れるんだけど、ジョブズマウント、すげえ初めて聞く単語だ、ジョブズマウントっていう言葉があるんですね、これ取ってくる、でもこうやって持ってる姿で見るとなんか頭身おかしいですね、そうそうこいつ何だろう、何だろうな、これ SD ガンダムほどの頭身じゃないけど絶妙の可愛さありますね、絶妙の可愛さありますね、そこですそこですそこです、ジョブズ人形の動画撮って帰ろうと思ったらなんかいいの見つけちゃって、石井さんがこれ買っちゃいました、ちょっとどういうことですか買っちゃったじゃないですか、買っちゃいました買っちゃいました、これは F70
EXR, EXR これはちょっとどういうものなのか手短にこれあの本当に富士フイルムがこの当時、結構高感度に強いシリーズっていうのを打ち出して出してた時期があって、はい、それの割と後半に出た、はい、割とカジュアルなモデルとしてるんですけど、はい、この当時のコンデジってもう暗いとこ取れないんですよ。ああ、まあ昔ですからね。昔のなんで。センサーもちっちゃいし。その中でも少しでも高感度でノイズが出ずに綺麗に撮れることを目指したシリーズの一つなんですよ。うん、それがね、今日この値段で買えたっていうのはね。しかも石井さんが今めちゃくちゃ興奮していて、あのこれの値付けが安すぎると。あのだからあのもっと高くした方がいいよっていうことでそう、もういろいろこう大興奮してる。この値段安い。やっぱりオールドデジカメってヤフオクとかメルカリで買うって動かないとか、はい、壊れてたとか、はい、結構起こりうるじゃないですか、はい、昔の機械なんて、はい、こういうお店で買った方がやっぱ絶対的に安心感あるんで、はい、セカンドベースさんね、やっぱねそれで買えたっていうのも気づいた。しかも箱とかも全部ついてたんですよ。箱もついてます。だからバッテリーの劣化以外は1ヶ月保証があるということなんで、出ちゃって大丈夫ですか？あの顔、あ、はい、店長の店長の三村さんです。三村さんも、はい、よろしくお願いします。もう最近はもうオールドデジカメの人気がすごいと。あ、そうですね。もう今日もね、僕ら1日、ね、昼間も来て夜も来てるんですけど、はい、すごかったですよね。デジカメ祭りでしたね今日。もう若者がデジカメコーナーに直行するっていうマジすごい。本当にどうですか、流れが本当に速くて、はい、もう店員もついていけてないぐらい、はい、SNS でどん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 やっぱり情報が出てくるから、ね、お店の人も追いかけるのが大変なぐらい若者たちがどん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 新しい情報を仕入れてくるから。そうです。いや、すごい。これもだって僕ら昼来た時と、はい、夜来た時でそうもうこのここ、ね、ラインナップが変わってんのよ。違うんですよ。だから数もちょっと減ってるし、はい、それだけもう今日だけで何回か売ってる、はい、そんぐらいもう今日3連休の最終日だったからっていうのもあるかもしれないけど、ね、どん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 変わっていくので、よかったらあのまあだから毎日毎日変わる、毎日っていうほどじゃない、まあ、でも大げさじゃないかもしれないです。本当に毎日、あ、回転率は本当に今もう。しかも石井さんもさっき話聞いて、僕も欲しかったカメラだっていう昨日ありましたよみたいな欲しかったそれぐらいの勢いで品揃えが変わっていくから、うん、はい、ここは秋葉原の電気街口出たらすぐ。そうですね。他の支店とかはある？ここだけ。あの目黒に散歩カメラっていう本店が、はい、目黒にも散歩カメラさんっていうのがあって、ここは秋葉原です。オールドデジカメ探している方はぜひ見に来てはいかがでしょうか、はい、ということで以上セカンドベースの三村さんと石井さんでした。バイバイまた来ますピン。もう買っちゃったんですか？行きました。早っ。ちょっと他を見てる間にもう。石井さん、本当にありがとうございました。